第15回東京音楽祭は15回目の東京音楽祭である。1986年3月30日、日本武道館にて世界大会が開かれ、マイアミサウンドマシーンがグランプリ受賞。ステージセットはアリーナに四角いステージというほぼ四方から観覧できるスタイル。最後は We Are the World の大合唱で締めくくられた。12、9から2。 10の期間中に世界各国の応募曲16カ国49曲からテープ審査の結果海外10曲日本から4組計14曲が参加予定だった当初エルデバージはファミリーグループのデバージで出場予定しかし間際になりデバージは実質解散エルデバージがソロで出場することになっていたものの結局出場を辞退また メキシコから参加予定だったルイス・ミゲールは本国での人気が絶頂期でスケジュール調整がうまくいかずこちらも出場自体となった公式プログラムには両者ともエントリー掲載がある当日は海外8曲日本から4組計12曲の参加となった2組が大体出場なしで不参加となる世界大会は初オープニングなど随所にラテンカーニバル風の音楽や 舞踏が演出された。これは出場者のハリー・ベラ・フォンテや、マイアミ・サウンド・マシーン、デバージ、ルイス・ミネールなど、カリブやラテン系の雰囲気にマッチングさせたものであった。参加14曲、ありがとうございます。